こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です、えー。日本は仕入れ天国というお話をね、えー、いつもしてるんですけど、まあ、本当に、まあ、天国でさらに神風が吹くようなね、えー、可能性の高いキャンペーンが明日から始まります。PayPay というね、今 PayPay と検索しても、思いっきし PayPal しか出てこないような状態ですけど、まあ、ただ、ねえー、100億円ばらまきと、 ね、すごい大風呂敷な、えー、オーバンブルマイな、ねえー、キャンペーンを、まあ、ソフトバンクヤフーの決済サービスペイペイが100億円ばらまきキャンペーンを行いますこれどういうことかというと、えー、支払いでペイペイを使うと、ね、20%戻ってくるさらに、ねえー、40回に1回の確率で10万円相当まで全額戻ってくるさらに、えー、ヤフープレミア会員なら 20回に1回の確率で全額戻ってくる。ソフトバンクを使っていると10回に1回戻ってくると。ソフトバンクを使っている人はね、どれぐらいいるかわかりませんけど、仕入れあるいはね転売なんかやっている方はヤフープレミア会員でヤフオクを使っているという方はねかなり多いと思います。そう考えると20%バックプラス5%の確率で無料になると。 いうことになりましてどういうことかというと例えばこのペーペーで20%、ね、キャッシュバック、えー、してくれる、えー、店舗で買い物をすればプラマイゼロのはずがなんと20%戻ってくるんで利益が20%乗るという、ねえー、まさにこの、えー、海外輸出のために、えー、始まったキャンペーンじゃないかと思うぐらい強力なキャンペーンです。 まあ、もちろん国内で転売してもね、えーまあ、理論上は20%とんとんでも20%戻ってくるんですよけど何しろ競争の熾烈な国内転売だとねおそらくこのキャンペーンが始まって、えー、家電量販店なんか参加したらね家電量販店なんかでねこれをもう見越して値段落として売るって人が出てくるでしょうから普通に国内で転売したんだとね、えー、逆にこの20%戻ってくるキャンペーンをやってるとこ から仕入れると、まあ、利益を出すのが厳しいかなという状況になる可能性が高いいです。ということは、ね、えー、仕入れなんかでも仕入れサイトの値段が下がる可能性が高い。ね、でさらにまだ扱い分かりませんけど、えー、もしもその、ね、家電量販店のポイントプラスこの20%バックという形になると25%、27%、あるいは30%のポイントバック、えー、受けられると。 プラマイゼロのはずが30%儲かる。なんならプラマイゼロで30%儲かるなら、10%損しても20%儲かるというような形になります。でその PayPay ペペ、どんなもんか。使い方は簡単みたいですね。QR コード出して、それをお店の人に見せると。 あるいはね、お店に読み取ってもらうという形で支払いができますんで、まあ、なんら難しいことはない。そして、早速私も登録しましたけど、登録するだけで500円もらえます。500円分の PayPay 残高が入ります。で、さらに、5000円入金すると、1000円おまけはもらえると。ですからね、PayPay のアカウントを作って、5000円入金すると、残高が6500円になっていると。 いう形なんでね、えー、まあこれだけでも、えー、結構小さなお得だなとね、えー、ペーペー、まあ、登録しとくのいいんじゃないかなと思いますただペーペー登録しておくといいんじゃないかなと思ったのはね、えー、みんな一緒見たくて今ね、えー、今日までこの、えー、5000円入金すると1000円キャッシュバックのキャンペーンやってるんですけど現在17時35分 ね、ペイペイ、えー、使えませんというね、えー、いきなり善と多難な,な感じでね、ペイペイサービス使えなくなってます。ねまあ、すごいですよね、ソフトバンク。えー、もうあのー、日本企業って普通そういうシステムも落ちるとかね、障、え、害、ー、起こるっていうのは大手ならほぼ起こさないですけど、ソフトバンクはね、えー、もう、えー 海外の企業みたいガンガン行きますからね。えー、平気で落ちます。ね、一末の不安はあるんですけど、ただね、えー、使える店舗等を見とくと、まあ少なくともね、5000チャージしといて、えー、使い道なかった消えちゃったということもないでしょうから。えー 今日ね、今、この動画見て、えー、まだ11月あ、12月3日だよと言ってね、PayPay ペペ使ってみようかなという方は、アプリ入れて、えー、チャージしとくと、えー、いきなり5000入れれば残高が6500円になります。まあ、チャージしなくてもね、アプリダウンロードすだけで500円になります。ただ、500円の、えー、アプリをダウンロードだけで500円っていうのはね、別に今日までってわけじゃなくて、これは、えー、まあ、 いつ終了しますと、あるいはね、もしかしたらソフトバンクのことだから終了しましたという通知かもしれませんけど、まあとりあえず日付は決めずにやってます。で、今んとこね、居酒屋ぐらいしか使えるとこないんですけど、まあ対応予定になっているとこのラインナップがね、かなり魅力的です。ファミリーマート、HIS、ヤマダ、エディオン、ね、それからビッグカメラ、小島、ソフマップ、上新、それからね、 どこだドラッグストア、えー、ドラッグイレブン、ね、えー、もう1個ドラッグストアありましたね。えー、どこだ、えー、これか、えー、薬のハッピー。この辺が、えー、入ってくると、当然仕入れできますんでね、えー、かなり魅力的です。でただね、今、これらの店舗のサイトを見ても、一言もね、PayPay ペペのペヌージョも出てこないと。 参加予定なだけでね、どういう扱いにするか、どの辺の商品まででどうキャッシュバックするか、これもさすがソフトバンクでね、多分まだ詳細決まってないのに発表したんじゃないかなという気がします。 ですのでね、えー、実際に参加企業が分かってきたら、まあ、そこで買うのはね、こういうものは、えー、買わない方がいいとか、こういうのを狙って買いましょうっていうのは、また後で動画を作って、えーまあ、会員の方限定かメールマガ、まあ、読者か、えー、で、えー、公開しますんでね、えー、気になる方は、こちらの無料アマゾン輸出メールセミナー,、えー、メールアドレスとお名前書いて登録しておいてください。 もちろんサポート会員さんはね別にこんな登録しなくても、えー、サポートメールマガでこの PayPay ペペのね、えー、美味しさ使い方についてはまた、えー、配信していきますこれはねかなり熱いですね、えー、本当に今のタイミングでねこれオーストラリアアマゾンでね儲けてくださいと言わんばかりの企画かなというふうに思います なぜなら先ほど言ったように別に儲かる商品探さなくてもねトントンの商品探しとけきゃポイントバック分がね利益になっちゃいますんでまそう考えると非常に美味しいキャンペーンいいタイミングで始まったなという感じなんでねこの PayPay とりあえず登録しておいて損はないと思いますんでねサイトが普通に登録できる状態でしたら PayPay アカウントを作ってねとりあえず 支払い方法と、えー、確認しておいていただければと思います。またこれに関しての質問なんかも受け付けますんでね、チャットワークなんかの方に書き込んでください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。